やっぱいつの時代もその笑顔可愛い子ってやっぱモテるよな。よく笑う子。それってさ、また伝えたいっす。笑顔可愛いな。伝え。伝えたことあるの？確かに。笑顔可愛いな。笑顔可愛いな。言ったことない。笑顔可愛いなって意外と言われへん。無理やろな。うん。ええ？それ無理なんすか？いや、可愛いなは言う。可愛いなは言えんの？タイプですとは言う。めちゃくちゃタイプですとは言います。え、ちょちょちょ、可愛いなって言う。いやいやいや、まあ別にそれ言ったことあんのかな。ええー、マジで。好きな子に可愛いなって言ったことないってこと？ないかもな、マジで。どうやってやっぱそんな人だっけ。どこで言う？いや、思った時よ。言えてる？可愛いなとか。可愛いなは言わないとしゃあなくない？しゃあない。そのアプローチしたかったらさ。てか付き合ってからも言うか。言えるようになるってことやから。可愛いな、なんか言うかな。マジ？そんな人いんの？うん。言ったことないだろ。いや、まあだから消してるだけかもな、記憶からな。ちょっとめめしすぎて。めめしすぎて。めめしいとかじゃないけど。恥ずかしいから。いや、恥ずかしすぎてあんま言われへんかもな。笑顔可愛いって、だって言われたらめっちゃ嬉しくない？いや、だからなんかそのほんまに俺子供生まれてからこんなに人間に可愛いねって素直に言える日が俺にも来るんやって思ってるから、うん、今日も可愛いねって毎日言ってるから、それを思うってことは多分ほんまに言ってきてないんやと思う。まあ確かに確かにね。大人の女性にもう意識しないと言われへんよ、可愛いなって、うん、そんなやっぱちょっとこうグッて、そうそうそう、反射で出てる気はしない。ああ、言おうと思って言ってる。そうそうそう。言おうと思って言う可愛いな、どんな感じなの？え、可愛い。ああ。やっぱ恥ずかしいってこと？そうやな。ああ、うん。マジでそれ、そのトーンで言ったらどうなの？え？可愛いな。で、言った時にその、何お前ってならない。ありがとうってなる。まあ多分。ああ、多分ってなんだ。反応見てたら分かるやん。いや、その反応覚えてないね、あんまり。なんでやねん。なんで反応覚えてない。真っ白な、ちょっと真っ白なっちゃうから。可愛いって言わなあかん、プレッシャーで。緊張すぎやろ。そういうなんか男のやつを分かってる人はモテてるね。分かる分かる。こっちが動揺してるだけとか、そういうもんやんなっていう。なんかそこで俺ね、カエル化とかいう言葉が出た時に思ったんやけど、カエル化とかいうやつ軒並みモテへんやろなと思って。あー、まあね、そのカエル化の、理由によるけど、ちょもうあれ定義結局よう分からんけど、うん、あれを冷めるということだとしよう。 もはやモラルとか云々以外で冷めるわそれ分かるとか言ってる行動って全部めちゃくちゃ好きやったらやってまう行動や。だってバグやから、うん、めちゃくちゃ好きな子に対してやってしまう集大って全部バグっててやってまうわけやんか。それをその可愛いと思う人モテるなっていう。でダサって思う人はモテない、やっぱり。そんなもんやから。そういう風になっちゃうよね、男の人って。分かってる人も。ああ、そう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 。って思った、あれ、あの論争を聞いてる時。確かに。この男のキモいところをこう受容してくれる子はマジでモテるよ。モテるね、マジで。はいはいはい。男って家でめっちゃバブバブしてたりするやん。その、俺はあんませんけど、まじ、まあまあ、俺もせんから分からん。そったろうはするから。いや、ほんまにせえへん。そういうさ、こんな、そのではな、男って言ったやつが、急に家では、うん、ちょちって言ってた。それも受け入れれる女子はやっぱり。家でよちよち言ってた。お前ら二人やろ、俺んち来たのに。そういう時俺の家でバブ語が流れたのはあの日だけや。男ってそういうもんやろっていうのを知ってるから。そうやな。そうそうそう。キモいやろみたいな。うん。男なんてそんなもんやろみたいなことを思ってる人やな、やっぱな。思ってる人は。いや、だから俺結構ずっと言ってるけど、やっぱ兄弟の人強いと思いますよ。俺はマジ。現実知ってるというか。そう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 。うん、やっぱ家で明らかにエロい格好してる人だけ目の色ちゃいますやん。うちの弟、兄貴みたいなのあるわけやん。そんなんやっぱあるところで、俺も。まあ、モテるよな。なんやろな。それこそ、可愛いとか、かっこいいとかも、さっと言ってくれる子はモテるよ。ああ、それはそうや。うん。ああ、
ポジティブな言葉を素直に言ってくる人めっちゃモテるな、今な。うん、だめっちゃ些細やけど、やっぱその、いや、髪の毛切ったらめっちゃ似合ってるやんとか言う人、おるやん。そうそうそう。これモテるでって思うもん。あれ普通に息吐くように言ってきてるけど、こっちからすると俺のことめっちゃ見てるやんってなる。わかるわかる。あれ息吐いてるんじゃないから。え？キューピッドの矢飛ばしが近い、その無自覚に。あれ思わせぶりってことやん。うん。そうだよ。メロメロメロみたいな。うわぁ。韓国。思わせぶりではないけど、みたいな。思わせぶりじゃないの？全然。お前童貞すぎるよ。好きやから、思わせぶりとかじゃなくて。お前もうなんか害それ、童貞とかじゃなくて怖い、危ない、普通にそれで好きとか言うやつで、マジでマジ気なしで恋心ないんかな。いやー、全然ないでしょ。そうかそうか、うん、全然言ってくるよな、なくて。いやーマジでおるで、やっぱそういう人は普通に。でそれ一緒じゃない、なんか男でモテるというか、あの人はみたいな言われてる人も、その、そんなん素直に喜ぶんやから言って何がわかんのみたいな、そう言った方がよくないみたいな、なんか当たり前の男モテるやん、うん、でも別に思ってへんやん、好き。いや、なんかかっこいいっていうさ、付け加えてる時点でちょっとプラスの印象あるんじゃんかと思って、なんかさ、髪切ったとか、やったけとかで気づいてくれるやったらさ、まあ、フラットなんかでもいいさ、わざわざかっこいいって言ってることはって、俺ちょっと思っていやいや、その、100% の前ね、でも 5% ぐらいは似合ってるやんとはどう。似合ってるやん、似合ってるやん、似合ってるやんはフラットかも。結構でも、何かしらそのコメントしないとさ、いや、そう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 、そ向こうからしても変やん。だから、ええやんとかは別にフラットやん。あー、かっこええやんは俺結構動いてるぞ、多分向こう、うん、あ、そうかと思うで。だってこっちも可愛いやんって言わへんから、気づいて。いや、モテるやつは言うやろ。マジ？うん、そういや、言うせえけどな。だからモテるんやろ。悪いな、それ。お前みたいなやつがおるからモテる。じゃあ、俺言わへんの、かわいいな。じゃあ、じゃあ、じゃあ、お前をモテる言うてん。じゃあ、じゃあ、お前みたいなやつ言うてから今。じゃあ、お前みたいな、その受け手がいるから、そういうことモテる。あ、そういうことか。そうそうそう。すいません。もう俺、うぬぼれました。一うぬぼれやったら、すいません。いや、俺かわいいやん言うけどな。あ、マジ、うん、まあそれな、うん、だからこれも残酷な話だけど、やっぱ似合う似合わへんってあって、そのこいつに別に可愛いやんって言われてもグラつきまへんけどみたいなゾーンの人間はいるから。やめたれよ、ちゃんと言ったんだよ。どうしたらいいんだって今のこのドリブル。そのまあ俺は結構言ってまうねん実は。このドリブルに対して俺たちはどうディフェンスしやがった今。もちょこ、もちょこのやん。そんななんかいきなり。そうか、確かに。そうか、そうか。はい。パワーみたいな。とかじゃなくて、もうちょっとゴールラインまで来たら、あ、そうや、なりますよ。パワーさん、それシュートだよ、って言わないと。現代サッカーではもう VAR で、後から、後からやもんな。フットサルの距離で。ちょっと早かったな。そうそう。もうちょっとコート走らせたら。言うんや。うん、言うね。それやっぱ言う方が喜んでくるか。あ、そうそうそう。うん、てか言った方がええんやっていうのもなんかどっかで学んだ。いつからそれ言い出したの？社会人の学ぶぐらい。カナダでやろ。カナダ。お前全部学んでる。カナダだよ。お前どこで学んだ？全部カナダ。全部カナダやな。神戸、東京、カナダで住んで一番学んだのカナダ。それカナダもう一回住んでて言うわ。でもそれ難しくてさ、なんか結構なんかそういうこと気をつけていかないとさ、もうキモいって思われるような年代になってくるよな。まあまあ、確かに確かに。おじいがな。そうそう、40近くなってからってさ、ほんまそうやな、かわいいやんって言ったらさ、うわとか、終わる年代になってくるからさ。いや、そうやね。怖いよな。それは誰しもが喜ぶワードじゃなくなってくるっていう。これはほんまにけど、マジで、その、さっきと違う、あれやけど、マジで似合う似合わへんあるから、俺絶対言われへんで。ああ、そうやね。俺言ったらめっちゃキモいやん、なんか。狙ってますってなるから、言われへん。安いよ、なんか普通にいけると思う。お前いける。おいやん、とか、急ぎ。いや、可愛いやん、俺言わんだ、あんまり。気づいたら言うぜ。赤目きとみたら、いいやん、みたいな感じで言うけど、可愛いやんってあんまり言わへん。可愛いやんって言ってるで結構好きかも。まあ今お前が言うかどうかじゃなくて、お前は言える方やんなっていう話をしてるから、お前の回答はずれてるよな。その会話できてんやん。別にええやん、それ。膨らましてんねや、それ分かってるよ、俺だって。分かってたよ。分かって、分かってる。持ってるしやな、そういうの言ってるやな。あとあのいなし方めっちゃうまいな、やっぱモテる女子は。何いなし方？下ネタ、うん、
ちょっと男が調子乗って、うん、仕掛けてきた時とか、うん、そのふざけてる時とかもそうやけど、うん、変なノリで笑ってる時のいなし方とかも、うん、うまいのかな。肯定も否定もしないけど、なんか楽しそうにはいるみたいな。そうやな。やっぱそういうのもうまい人持ってる、うん。奥さんモテそうやなと思う。お前モテへんやろ。分かってますよ男。あ、そうなんや。いや、思うな。てか結構マジモテてたっぽいじゃん。そこで思うんすよ。いなし方うまいな。いなし方って俺に対してっていうよりかは多分社外で、社外で。その他社外外で会社の。そうそうそう。そうそう。そうそう。知らんまいな。会社やもはや。めちゃめちゃ。ハコリパってそういうこと。そうそうそう。あ、そうなんや。副社長の奥さんが。社外で家の外ではと、まあ外だからそれをどこでも、そもそも相性いいっていうのと、とか、あ、確かに俺もあの結婚式の後にちょっと一緒にねご飯食べさせてもらって、うん、結構ニコニコしてあって、うん、相性良さそうなんですよ。相性いいし、あれちゃう、その線引きもうまいくない、うん、俺あんま知らんけど、あの人うまそうなイメージがある。うん、線引きうまい。例えば、いじるにしても、ああ、そういうことね。この距離感やったら、ここまではいけるっていう線がめっちゃ分かってる人、俺や。普通に行ってまう人とか、うん、それを気にしすぎて、行かなさすぎる人が多い中で、うん、ちゃんとそのライン分かってこう行く人とか、ギリをしっかり、ここはちゃんと感謝した方がいいときは、ちゃんとありがとうと言うし、みたいな、その辺のなんか、ラインがめっちゃ上手い人のイメージ。なんか、ハコちゃんがここまで踏み越えたら嫌やろなっていうラインを越えないイメージがあるね。しっかりしてんなっていう時もちゃんとあるっていう。あー、なのでそう。確かにイメージが。なんか営業マンやねんな、そもそも。お、営業マン。家の中で。いやいや、あの仕事が。あー、びっくりした。てか営業がうまいらしい。あー、そう、うまいやろな。へー。だから、なんかそこって結構繋がってそうや。まあ確かにね、こう人に好かれる技術っていうかね。そう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 。この間の家族会議大丈夫だったんですか。ああ、大丈夫だったね。大丈夫じゃない、そうやな。何かしがないって言われてましたけど。まあまあ。一言目な。一言目な。一言目な。どう始まんの、その。え、その、事前告知制の、うん、しっかり話しましょうっていう時ってどういう感じなの。ちょっとヘラヘラは知られへんのかな。どう席につくの、お互い。いや、だから俺がなんか、その、俺、いつ話すのみたいな。ああ、言って、うん。で、ほんで、今話しますかみたいな。そうそうそう。ああ、ほんで、それぞれ着席するの。着席して、ソファーに。あ、横並びで。横並びで。ああ。思い出させてしまってるか、今。大丈夫か。え、その時の光景。いやいやいや、もう別にええよ、全然。ああ、うん。それはお前じゃないかし。いや、多分それでやったら一発でもっと嫌な顔してる。楽しくなさそう。いや、まあまあ、みたいな。感じになるよと。じゃあ、これで普通にじゃあ話し始めんねや。話して。うん。家族会議な。うん。え、でもそういう空気が悪いわけじゃん。空気別にあの時悪なかったな。そもそもなんなんやっけ、そもそもその、ちょっといろいろ溜まってるから、一回ちゃんと話したいって言われて、じゃあ来週話すかって家族会議が決まってんやっけ。話したいというかは、まあ、そうやな、ちょっとプチ喧嘩みたいになって、うんうん。最近ちょっとなんか、コミュニケーション足りてないなみたいな感じの話になって、はいはいはい、また話すかみたいな感じでスタートって感じかな。うん、ああ、ハコちゃんから言ってんだよ、じゃあ。また話すか。そうそうそう。こんなご送信で。そうそうそう。残してたやつが送られてきて。一行二行目だけが見えて、そこにデリカシーがないっていうのだけ見えて、が俺らの知ってる選手までやもんな。先々週の情報は。最新情報。最新情報はそこで。そこだけ切り取った奥さんの方がデリカシーないけど。いやいや、そこでご送信してんじゃん。それはまあデリカシーというかミスやからね。おっちょこちょいっちゃう話。んで、どんな話だったの。でも結局はその、ほんまに、共感足りてないみたいなところにつける気するじゃん。ほんまに。なんかいろいろ掘っていった。一生言われてるやん。共感足りてないにつける。結局は、その、女の人からしたら、うん、まあ、俺とか宗太郎は特にやけど、うん、結局その、うん、まあ、言うてる。あ、くぐるけど。俺は正解やと思って。
なんかその例えばお皿洗ってて、はいはいはい、今日その仕事夜遅く帰ってきたのに今やってくれてるなってもちろん分かってるから、うんうんうん、その皿洗ってるの見たら、うん、あ俺やんでっていうふうに言うわけよ、うん、あでもまあ全然大丈夫みたいな感じで 言ってくるから、うん、あ OK みたいな感じでなるんやけど、はいはい、その求めてるのってどっちかっていうと、うん、疲れてる中遅くに帰ってくる疲れてる中にもかかわらずやってくれてありがとうねのさ、いやいやいやそこの俺はその括弧の遅く帰ってきて疲れてるやろうから、はい、俺やるでなんて、うん、解決とかさ行動がパッと先に出るわけ、うん、でもどっちかというとその俺が飛ばしてる前段の部分こそ言ってほしい言葉やったりするやん、うん、女性疲れてんのにありがとうなとか、うん、そこは疲れてるやろうからみたいな変わるよ、変わるよとかそこのなんか前段のさ寄り添いの部分を全部こう俺すっ飛ばしてるからまあまあまあねそこがやっぱストレスというかああじゃあほぼそれないものそれにつきそれのバージョン違いをいっぱい言われるそんな感じになるそれはでもマジ難しいやろな、うん、だからそこの部分が、ま、もし分かってるから俺そういうの言ってんねんでって言ったら、まあ、そんなに風にちゃんと分かってくれてたんやみたいなだって、なんかすごいなんか喜んでたからまあそれは確かにそうやと思うだからマジで伝わってないっていうかさああ、そうなんや俺は結構やっぱそういう話はその奥さん側の気持ちは分かるまあ、その分かってくれるとかこの察してくれることがやっぱ愛情を感じるというか一番求めてることだったりするから解決できるのだからもうそれがもはや解決なんやなその分かってあげるっていうさもうそこで分かったから解決したってことなんそう、だから求めてるのは別にやってくれることじゃなくて、サラを手伝ってくれるってことじゃなくて。お前はほんまにそれに気づいた上で感謝もしてたんやってことが、その会議で伝わったから解決してんの。あ、そうそうそう。今後だから、俺やるでって言って、まあ、この人はこういうふうに思って、俺やるでって言ってくれてるんだって、こっちは分かってるから、多分大丈夫だと。まあでもこれ貯金みたいなもんやからな、一生繰り返すんだな、うん。いや、そうやったの。まだ会議してまたな、うん、1、2ヶ月したら、うん、こいつまた持ってへんぞってなって、うん、また会議して、うん、いやこう持ってたへん自分っつって、うん、進んでいくのだからすごい逆に何か言うかこれ言われるよな多分な逆にあんたもなんかないのってなるよな流れ的にはなそうや俺はなんかもっとあれやなこっちがなんかテンション上がった話持ってきたらもっと喜んでるめっちゃ分かるわ共感やねそうそう、その時俺は共感求めてるやんと思って俺も何話したんすか例えばなんか車ちょっと買おうかなとか言うとするやんその時にあのいや大丈夫なみたいなこと先に言ってくるからいや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 もっとテンション上げろよみたいないやどっちもどっちやんなそりゃそうやなそうそうそうどっちもどっちやな気持ちはわかるけどいや、もう共感な。こっちはめちゃくちゃちゃんとリアクションしてるやんとかたまに言われるけど、いや、そんな欲しい時欲しいリアクション全然してへんけどなっていう意味では一緒やけどなと思ってるけどな。欲しい時にって話やからね。そうやな、確かに。今日散歩しててさ、みたいな、空綺麗やったわ、みたいな。え、めっちゃいいやんが欲しいわけじゃないんでさ。うん。そういうな、車の話もな。そうやな。一緒やんな。確かに。一緒なとこあんねやろ、結構。大変だまあでもその話し合うだけで解決するのは素晴らしいよな話し合いないんですよでかい話でかい話し合いないなないやオンビンオンビンいいわ MP みたいなのが削れてきてんのは分かるようになってきたからさすがにあこれもうあと1週間やなとかああなるほどそろそろ来んなっていうのがあるからけどな、結局あれ間に合わへんのよな、どうしようもない。だからそろそろやなと思って、うん、これ溢れんなと思って、めちゃめちゃケアして伝えようとするけど、てか伝えていくように増やしたりとか、俺は意識すんだけど、うん、でも結局もうそれ言葉が、10言って10受け取ってくれてる時期か、10言って2しか受け取ってくれない時期かっていう話だから、もうその時期に入った時点で、どんだけありがとうを節目節目に言ったところで言われてへんってなるから、印象として。でも結局爆発するな。加えてない方がでかくなっちゃう。そうそうそう。ベーンってなって、怒られて、ごめん。ごめんなって言って、やらんともう終わらんから。うん。なんかどうしようもない。台風、ほんまに。
まあまあまあね、うん、結婚して6年ぐらい経つ友達がいるけど、うん、1回も喧嘩したことないらしい。へえー、すごいね。結婚して6年喧嘩したことない、すごいてか付き合ってからも長いんだ。やばくない？やばいな。なんで喧嘩せえんのって聞いてもイラッとすることがないって。あ、すごいね。あ、自分がイラついてないからそもそも喧嘩じゃないってこと。いや、なんか向こうも別に怒ることはあんまない。へぇ、うわみたいな。えみたいな。まあ、お互いにな。そうそうそう、ほんまにない可能性はあるな。ほんまにない可能性はある。すごいな、ほんま穏やか。それはそれで健康的なのかどうなのかっていうのちょっとわからんかっていう。いや、でもどうなんやろ。そのお互いにその言わんくて喧嘩ないとかやったら問題で、それこそ別に、だって、ハコちゃんと住んでて喧嘩はないからな。ああ、まあね。2年、1年か、2年か、ぐらい住んでるけど。まあでもまあ確かに、夫婦でそんな感じでいるのかな。なんで喧嘩はなんねやろな、夫婦になったの。彼女に。まあ甘えてるとこあるよな。ああ。そう。それこそ、当たり前に思われてる感が昔あるじゃん。そう。やってくれてるね。それはこっちもちょっと甘えてるし。難しいよ、お前な、うん、家庭系はもう諦めたからな、いろいろ。いい意味で、いい意味で、うん、まあいい意味で諦めるでしょ。しゃあないわ、言うてもいろいろ。あ、なるね。うん、飲んだ方が楽、飲んで捨てた方が楽、そこで。浮気ですか？浮気や。浮気じゃないけど。今の言い方やったら怪しいね。いやいや、ほんまにその飲んで一人でタバコ吸いながら、そうやな、あって言った方が楽。いや、それでまた10年後、お前子供はあんねんけど、なんかかっこよかったよって言われたら、それも壊れるんじゃない。そうそう、うん、そうです。号泣やろ、それ号泣。号泣してそうやな、マジで。ギブモテへんってなんなんやろな。いや、やっぱそのもう共通で、やっぱ不潔な人とかはモテへんやんか。不潔な、不潔はモテへんな、うん、それはもう共通やろ。そうだな、どっちもそうやろ。え、清潔感ない女子見たことある？いや、俺ないけどね。あんまないよな、正直。うん、清潔感ない女子じゃないけど、まあ手入れあんましてないなとかあるじゃん。あ、髪がさかさとか、うん、それあるか。髪大事よな、朝ついてたら。髪大事よな、まあ、確かに。そこぐらいじゃない、なんか清潔感ちょっと感じる。やっぱあんま思わんかったけど、ここ数年結構もう髪触ったけど、そうやみたいな、うん、やっぱ思うな。唇がサラサとかじゃん。ああ、まさに。ありえるライン。髪パサパサあんま思わへんの。俺なんも思わへん。色気感じるし。髪パサパサ、うん。へえ。お前逆にすごいな。髪パサパサで一くくりとか、うん、好きやね。あ、生活に根ざしてるやつは俺もう普通に色気やと思うな。赤切れとか。ああ、まあそれはな、わからんでもない。確かに。うん、いや、でもやっぱその自己評価がおかしい人ちゃうか、モテへんの。なんかその辺を除いた場合に、なんであの子可愛いのにとか、なんであの子あんな感じやのにモテへんねやろっていう人を想像したとしたら、やっぱそこだ。うん、いや、それはそうやな。自己評価バグってるか、その踏み込み方悪い。高望みしすぎてる。自己評価に関しては、自分はこうされて叱るべきが人とずれてるとか。あの、セフレって言って、セフレってさ、うん、あちょちょちょ、すごい引き出したから。いや、セフレって本来その付き合えへん男、付き合われへん男とか、自分では、うんうんうん、遊ばれてるから。うんうん、でもそのときめきとかさ、うん、そいつからのなんかキュンキュンみたいなもんだけでさ、摂取できるわけやん、うん、付き合えてないけど、うん、違法で摂取できるみたいな、うん、だそれに慣れちゃうとさ、本来本当に付き合えるラインの男のときめかなくなるよな。ああ、それで変に私はこいつと付き合う、もっと上行ける女だみたいな自己認識が出てるんだろう。いや、そっちに行くとね、終わるよね。うん、なんか人をこの階層で見てる人はそうなってしまう気がするな。で、結局さ、その釣り合わへん人ばっか好きになってみたいな、その釣り合わへんって結局相性やから、ステータス的にうんぬんとかいう話じゃない、本来は。うん、だから別にその金が
遠く感化される人と全然みたいな人と相性がやっぱ付き合うし結婚するわけで、そういう話じゃなくて、そのステータスで人をこうやって自分はどのステータスと釣り合ってるかみたいなことでやってると、そういうことはあり得る。てか実際おるしな結構な、うん、やっぱ私こいつと喋ってもあんま自分メリットないわみたいな見える時あるもん、うん、あそうやられてんなみたいな、ね、でこっちの立場変わったら、わ変わったなみたいなのがやっぱおるからな、うん、でそれは結構やっぱさ敏感やん、みんな人は。だからモテへん、うん、でそれが自己評価かぶってる人やろ、うん、であとは踏み込みすぎる人な、距離感かぶってると、距離感かぶってると、なんか分かりやすく言うと居酒屋飲んでたら説教しちゃう人とかあれモテへんなと思うで。踏み込みすぎない人もモテへんのか。ああそれもそうやな、全然ずっと遠慮してんなみたいな、うん、先輩上司とかでもモテへんの。それじゃあどういうこと、女の先輩上司に説教してくる人モテへんやろ。だって有意義な説教なんかほとんどないんやから、この世の中に。そうかな、ないでしょ説教は。なんかない、説教はないと思う。あ、ほんま、うん、てか酒が入らないと言えない説教はない。ああそういうこと、うん、ほとんどな。あるけどたまにもちろんあるし、普段言わへんようにしてるけど今やったらもう言おうかっていう時に言うけど、説教っていう発論にならんと思うんだよ俺。ああんまり。逆に酒ない時に言うとか。そうとか、酒入ってたらそのなんかさ感極まってものがあると思う。まあそんなマジさみたいなのあるけど、説教になるかな。説教って感じてる時点で届かへんし、そのことが。まあ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 。とか思う。だからあんまりその女上司やとして、立場も会社でこうだとしても、別になんか飲んどいて説教されて刺さらん。まあ、確かにそのみんなの前でわざわざ言ってくる人と思ってるやつそうやな。なんかこう、権威を示してる人。簡単と言われたら好きやけどな、俺は。まあでもそれ普通に弱くないで、それ。とか言われたら、まあ、それはある種説教なんかもしれんけど、それやったら俺はそうする。ほんまによくなんかいいと思えたらね、うん、あの自分スターみたいなのが嫌い。それ意外と好きそうだな。いやーまとえてたら好きやで、だいたい自分のそう、だいたい自分が気持ちよくなるためだけに言ってるやん、ほんとに。まあ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 、気使いってけどモテへんのやもんな。気使いモテへんよ、まあ、気使いすぎがモテへんから。あちょっと気使わないよ、多くない、ほんまになんかこんなことしてもらって申し訳ないですって。いやでも一番それがあれかもね、そのめっちゃモテる人柄やのに、うん、モテへんでそれっていう、そのなんか伸びしろモテない女子いるやん。もったいないことしてるなんて。なあれは絶対化けるからね、そこだけ変えたら、うん、えぐいモテるで多分、うん、あのタイプは。なるほどね、うん、気遣いを減らす。その気遣いすぎて遠慮してるけど、いっぱいおもろいとこもあるし、見えてることも人より多いから、うん、そういう人結構おるし、ほんで、うん、けどこの人たちがちょっとそれを諦めたらどう思われそうとか、そういうのを一回捨てたら、うんうん、めっちゃモテる。それ確かにどうでもいい男にやってできてるからさ、モテる。いやそうやねんな、そういうことやな、多分なあるな、うん、だからその好きな人に好かれへんって言ってる人はもしかしたらめっちゃモテるかもしれない。そうやな、いや怪しいな。あ、はいな。好きな人に好かれへんでって言ってる人、レイヤーで見てる説もあるんだな。そういう人も半分ぐらいいるから。まあね、レイヤー、まあ、なりそうだ。でも、大人になってからの、その、恋みたいなのって、ある程度ありすぎるよな、もう年収とか、あの、職業とか。そうだ、いや、それはあるわな。そう、絶対乗ってくるよ、自動的に。絶対乗ってくるよ。なんか釣り合ってる釣り合ってへん、ふさわしいふさわしくないっていうのだけがおかしいんだけど、うん、自分は年収600万以上の人なのであるとしか付き合いたくないのであるは全然俺健全やと思ってて、うん、1000万とかね、うん、そのラインを引くことは全然健全だと思って、うん、そこに自分が釣り合ってるかどうかとかっていうので決めてるとおかしいと思う、うん、それで人との接し方を変えてるとね、付き合う付き合わへんとかじゃなくて、釣り合わへんって言ってしまうと年収、なるほどね、うん、まあ、もうほんとにモテへん、モテるモテへんって言ったらモテへん。そうなんやろな、モテる人ってどう思ってんの。あれじゃ、女として見られることをある程度許容してる人、モテんじゃん。ああ、男性嫌悪ないけどね。
そう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 、うん、お前それ好きやね最後、最近の1個の答え、なんか最近のな、1個使いましたみたいな感じで言ってるけど、いまいちピンとこないですよ。なんでな、男性嫌悪のない距離もよう分からへんな。エロいやろ。エロさはちゃんとある感じるけど、そのちゃんと線引いてるみたいな感じの方だろ。いや、エロさも多分その男が思うエロさを知ってる人はエロいよ。あれモテるよ。男のそばになる。そう。なんかさ、男ってこういうのがどうぞエロいと思ってるやろを、やっぱ分かってる人はモテると思う。キューとかにも限らず。そう、こういうのをエロいって思われる、思うやろうしも、別にけどええけどな、それはっていう人はモテると思う。これをめっちゃ否定してるとか、は思ってへんけど。そうだな。授乳とかじゃなくてさ、ここでこいつに焼き鳥あんしたらめちゃめちゃドキドキするやろな、みたいなのをやってくる人いるんだけど、それはやっぱモテるやろな、思う。いや、それを愚直にできるっていうのは、やっぱ素晴らしいから。確かに。こう、現場の立場で考えたらできんもんな。できん？できんぐらい。これやったら、ケントが来んねやろなって分かってても、それを分かったよりやる自分はずいってなりそうやから。ああ、まあね。それをできてる時点でやっぱ素晴らしい。ありがとう。うん。なんでお前やねん。俺はできるわ。え、お前できるの？俺全部計算やから。いや、これしたらキュンってすんだろうな、俺も。やれるわ。ああ。あれ持てるやん。持てるんだから言ってるやん、お前ら。この何十分喋ってきて、いや、やっぱこれけど、上げてったらお前やんっていうセリフがなんで両端から切れへんのかなっていうの。いや、お前やん。違和感。感じたことなかったわ。まだ。一秒もまあ。これほんまに不思議やね。あじゃないやん、やなんで俺をモテるって思わへんのかが不思議やね。でもモテへんとしか思ったことない。確かにな。モテへんとしか思ったことない。いや、これほんまに、俺ほんまに不思議やね。だからしか、なんでお前モテるって思わへんのよ、逆に。これお前、いや、そうやな。だからこれサンプルやからな。いや、ほんまに俺分かってへんねん。ほんまに分からへんねん。いや、なんかそう、ネタで言われてるけど。いい男やなと思う人は思うやろな。いやいや、あ、善人を思うやろ。いや、全然無理やね。大きく出すぎやろ。いや、これほんまに、だから、あれだよな。自分で言ったやつなんやろうけど。何？いや、だから、評価がおかしいやつ。確かに。それは、そう、なんか欲しいけど、でも俺はこれはほんまにおかしいと思うよ。何かがおかしい。いや、モテるで、だって俺。どうしたって。いや、だからそうやったら合コンとか行ったら行ってみたよ、普通に。いい、例えば、宗太郎と俺と安崎で行って。いや、モテるって。宗太郎に全員票集まんのやったら。合コンは無理ちゃう？宗太郎行けんちゃう？行けんの？うん。全員票は無理やけど、やっぱ好みがあるから無理やけど、うん、モテるのは俺モテるって。モテるって、だからどういうレベルなの？ 3-3 で宗太郎行って。3-3 で行って、2-1、うん。2-2、2は俺やな。2が宗太郎みたいな。行くな。それはモテるやな。それはモテるな、そういう人が。合コンはな、確かにな。合コンだったら結構そのエロで走るからやっぱこう明るいやん、そうだろ。本命相手じゃないから、やっぱこうよう喋るなって印象ない、まあね、だから、まあ、確かにそれで言ったらモテる感じする。なんてこう向こうを気持ちよくすることしか考えてない時にコミットするから、そうだろうな。それはモテるやん。けどその普段でこう のでやっぱやったら普通に来てたらそうなんだ。うん、ただモテるってイメージまじないよ。いや、それなんでな。おかしい。宗太郎のあれやってやじゃん、恋愛、ね、あ、変歴。ああ、確かに。だって言ってるから。いや、ちゃんとしない。ちゃんとしない。大学生までいいよ。確かに。高校生までやったらこんなんや。高校生のやつをちょっと見たいな。いい、誰かを見てたんですよ。いや、違う違う違う、俺別にまあまあモテてきてるから。どこ見してる、それはマジで分からん。別に俺小学生の時もチョコもらってるし。だからマジで小学生から高校生自分のことを好きになったっていうさ、比較してる人何人おんのお前ら。この子は俺のことを好きになったっていう。いや、お前そんなんだって、うん、まあそうか。それって もしかしたら俺の方が多い説もあるからな、お前らより。ちょっと待って、ほんまに一回ほんまにじゃあ一回ほんまに数えよう。一回数えようか。え、ちょっと待って、そんなん分からへん。一回数えて並べてみよう。え、数ってこと？いや、告られた数、数というか告られたやつも含めて、うん、何歳から遡っていいですか？じゃあ待って、小学校各部門から決めていこう。ああ。もうこれ時間かかるけど、一回やろう。だから大学以上とかのイメージなんだけど。一
小学校やったら俺勝つで。じゃあ言ってます、一緒や。誰がどの時期一番モテたか決めよう。じゃあ小学生、俺のこと好きやろなってなったって人やろ。まあチョコ実際くれたとかな。小学生部門いくで、うん、せーの、3、2、5。あっ、すごい。小学生はな。まあまあ、小学生はな。そんなもん。まあまあ。中学生やね。中学生。うん。中学生。中学生好きやった人。せーの、1。いや、ちょっと待ってみて。あ、そうか。中学から全員。中学もそう。ああ、びっくりした、びっくりした。向こうの人間がそのゼロになることあると思うんだけど、セーフみたいな。中学生難しそうで。結構お前そこで言ってんのか。うん。5ぐらいちゃんと。中学だけで、うん、お前のこと好きやったやつ記憶はな。そんなもんの好きっぽいな、みたいな人。これモテてんな。モテてる。おお。追っかけおった中学。え、追っかけ中学見に来てくれてたの、後輩が。野球部練習。あー、後輩か。確かになんかあったな、お前そんな。中3の時な。あったあった。なんか後輩あったよな。後輩あった。誰も俺見てへんなと思ったよな、あの時。その、いっつも一緒におる奴らは、ほとんどみんな見られてんのに、俺だけなんか見られてへんなんて。そんなの。じゃだってそうやん。一緒に遊んでる奴らが、そういうその後輩がうんぬんかんぬん、卒業式がうんぬんかんぬん言うてるときに、いや別に俺無関係ですけど、家帰ってパイ焼いてんねんから。ボタン取られへんかった。取られるもクソもあらへんよ。俺の横を女子が通った記憶ないもん、卒業式。卒業式もボタンあげたもん、後輩。やろう？それなんか言ってんなと思ってて。ちゃんと青春してるわ、お前。やばい。ちょっと待ってくれ。これだからおかしい。世の中がおかしいって最後に言うと思うけど、高校。あ、でも高校俺も、もう感じぐらい。その告られたのが1かな。好きやろ。あ、ゼロゼロ、高校。2回言わんでくれ。中高はもうゼロ。いや、まあ、それ泣きそうやった。もうちょっと、泣くやん、もう。もうちょいで。ちょっと俺ら。高校の時と違いすぎるもんな。ちょっとでも聞こえへんようにしてるのか。ちっちゃい声で。ごバカのまま入っちゃうけどな。入れてくんな。ごバカの位置。それけど位置やけどね。まあまあ、ごバカのまま。だって彼女じゃないから。まあまあ、位置入れない。この位置いらんわ、別に。何やろ。高校は。高校は多分9位やな。あ、でも1とかないやん、逆に。全然全然。俺、部活やってなかったしな。まあ、卒業するときに、2聞かれてるけどな。2聞かれてる？連絡先聞かれてるけどな。え、そうだ、お前。ああ聞かれるよ。あれ、それが好きってことじゃない？それは普通です。そうだよ。今日が。そうない。俺の3000とかが変わってきよう。ああ、思い出したけど、多分塾で告られたとかあったな。理由あるんじゃん。思い出すなよ、まじで。しょうもない記憶。なんでやねん。な、またお前やんけ。お前か。お前。きついな。大学。大学まで5ぐらいか。強いな。でも彼女入れていいのか。いいよ。大学はな。そうか、大学で初めて彼女っていうカード。あやばい。お前、絶対笑うなよ、そんなもん。お前。めちゃめちゃ笑うやろ、お前、そんなもん。誰が失笑の後に大学で初めて彼女になるかと思うやん。お前、ほんま、しばくぞ、マジで。大学んだっけ、俺結構モテてるからな。大学俺3とかちゃうよ。ちょっと待って、マジ。え大学ん時、お前のこと好きなやつおった？いや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 、おるやろ。別にいいねんけど、これ確かハボちゃんが言い出したよな、最初から課題の。そうやね。なんでやり始めたの？確認や。確認や。事実の確認やん。何が分かんねえ。なんで学生時代初のやつが、これやりたかった。大人になってからやから。あ、そうそうそう。今、その、そうそうそう。食べてんねん。そうそう。あ、すいません。とか言って、を最後に打つために言われたんだな。そうやな。大学3もおったんや。大学、まあ、6。1しか知らん。6とか、ちょ、何？いや、マジで4。はいはいはい。
まあ、気づいてへんぐらいで7ぐらいおると思うけどな。そんなん入れ出したらそっさやろ。増やせるやけど。あ、違う違う違う、5円。あの、同じぐらいじゃん。6ぐらい。まあ、6。6だと。くそ、なんか1思い出せ、俺。せめて並びたい。で、これどっからどこでも受けんの、大学卒業して。いやいや、もうだから大学卒業して。してもうマックスいく？今までいく？今までか。それは結構、あれやな。今までってめっちゃむずいぞ。大学卒業してからか。俺のこと好きやったりとか。やったりしたら付き合うことある程度。まあ好きでいいんじゃん。やったら好き、だいぶ変わるやったら好きでいうか。でもまあまあ、好きじゃないな、ちゃん、ちゃんと。そうやな。だからあれは、ほんまに好きやったな、みたいな。そう気づかんようにして、体の関係続けてたなとか言ったらあれやけど。あ、そういうことやな。そういうことやな。うん。あるよね。確かにその、一発やってみなかった方がなっちゃうもんね。そらそうですよ。その日はそら俺のことみたいなのあるやつ。10人ぐらいじゃん。なんで ?10 人ぐらいやって。10人。うん。俺6人ぐらいよ。あっ !10 人。言いたかった。いや、結構モテてんな、お前。いや、なんか大人になってからな。すごいやん。てか、お前が思ったよりおった、こいつが。あ、こいつが。なんでそんなおらんのじゃん、彼女。いや、だから、後半やもん、別に。もう最近やからな、お前、こんな感じ。ここ4年だけか、こんな人が好きなの。そんなこと言ってないけど別にお前そんなこと言うの君なんか言われんねん俺はそれすでなんか人を好きになれないでこうしてくださいいや別に言ってないからそんなこと言ってないいやこの4年間で誰かに好かれた記憶はあるあるそれはあんねん告白されたのかな断ったんやそうやななんだろなんとなく付き合ってみようかはやめとこうと思うしてかできへんからやんそれできへんあんまりなんとなく付き合ってみようとかそうなんできへん何してんねやろってなってくるから一緒にいる時間とかもう10人の内訳はいつも金沢で何金沢で4じゃあ5や別の呼吸でいいとこは0-0-0って言ってた全然顔違う当たり前やんけ当たり前やんけお前もうさよ俺嘘やで社会人デビューしてねえから俺すげえ。終わらしたそうやったもんな、さっきの。そうやな。そうやな。だからこいつは大学生から始めるやつ。そうそうそう。えって言ってたんだって最初お前。後で見てみ負け物して。小学生かって言ってた。いや、モテてるね。じゃあ。なんかお前のとこはもう、ちゃんと出てるやん、数でも。お前の好きな。まあだからそれがお前らのその浅さだよな。これ浅いんすか浅い浅い。数で勝ってるかでモテる、モテないではない、うん、その数で勝ってるからモテるは一つの視点なのよ。モテるってそうなんちゃうのいや、そのモテるってそうなんやけど、その、人としてモテるよね、こいつっていう時に。うん、今って告白されました。はい、あいつ絶対俺のこと好きって分かりましたって話だ、はい、で、これが、その人のスタンスによって数だいぶ変わるから。うん俺は、もうちょっとでも、みたいな感じやったら、もうすぐ立つから、バシッと。うん、お前らみたいに、その告白させるまで泳がせる。立ったやつは言いたいんだよ。え立ったやつ言いたい。いや、てか、あいつ俺のこと多分、好きになったやろうな。うん、俺が、バシッとやらなかったら。うん、俺多分3桁ですよ。お前、その方が浅いやろ。数字としては。いくらでも言えるからな、それ。少なくとも中学を見たことないでしょ。お前、勝った瞬間を、俺は見たことないよ。ないよ、それは、お前。社会人デビューしてんねんから、まっちゃん。てか、お前、あんだけその抱いててさ、その、ロックとかの理由はなんだけど。好きとかではなかったよ。向こうが。うん。でも、それで向こう好きになったとかあったんじゃん。そうだ。いや、だから、それが3ぐらいしか、ほら。あ、そうなんや。あ、高いな。えモテないんだ、お前、それは。多分逆に何人、何人体だっけ何人 ?100 人ぐらい出てる。何人体でさ、100も入ってないけど、50ぐらいやけど。50で3位、お前逆にやばいからいやいや、違う違う、だってさ、その、いや、あれは好きかっていうのは結構あるから。別に、その、例えばよ、キャバの子でやってて、その、なんか別の女に連れ込んでたよね、みたいな怒られるとか。それって、その、好きやから言ってるわけじゃないえ、でも多少好きやん、それは。いやいや、だからそれは、その独占欲とかもあるから。ああ、
だ真面目カウントしてんのか。真面目やな。だから真面目っていうか、だから誠実モテるけど真面目やん。いやまあてか真面目、まあ、だから誠実はモテるけど誠実はいいやん。いや箱さんモテてるな。ちょっと東京来て、東京来てでも5人ぐらいってことだよね、さっきの話。だって川崎が東京って。そうだな、うん、そうだな。女子苦労時代に結構あったやん。まあそうやな。何気持ちよかった、気持ちよかった。博士太郎流れてたよ。こうやってちょっと考えた後にキラッキラしてた。楽しそうやな。そんなよかったわ。だいぶ話するから。だいぶ話するし、ずっと俺らのちっちゃい話した。めちゃめちゃモテてるやつの話したんかな。ピカイチとかじゃないやつらのモテ論争って逆に聞かない。そうそうそう。ガチモテしてるやつってあんま喋ったことないな。確かに。どこで読んのかな。でもさ、安行きの LINE がガチモテやと思うねんけど、結構モテてるんだ、普通な。その全フェーズで5人超えてるわけよ。確かに。で、多分これを超えようと思うと、結構その、よっぽど女子というか、よっぽど思わせぶりというか、そういうラインを渡り始めないと無理じゃない。まあね、確かにそう、安すぎだいぶモテてるんだよ。うん、まあね、お前だいぶモテてるよ。ありがとう。うん、この4年だけはうまくいったよ。ほんまそうやったもんな、恋愛遍歴で。それはまあそうやな。だお前70歳から振り返った時にこの36年やっていうだけやと思う。そのうまくいってんのか。まあまあまあね。え、こっからどこだったやばいよ、36年だ。終わったやん。いやな、俺せった学生時代の栄光に過ごすじじいみたいな。36年が何もなかったスナック行ってな。いやよ、俺そんな。僕昔はモテたんですよ。いやよ。そうか、まあいろんなモテがありますわ。うん、逆にモテない男ってどんな感じあるの。一緒やと思うねんけどな。不潔。うん、あとそのデリカシーとかが入ってくる気がする。あ、なんかあんまデリカシーない女子と出会ったことなくない。いやー、まあ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 、出会ったこと、まあまあ数で言ったらそうかもしれない。そうやな、まあ、もちろんちゃんと気使ってくれてる感はあるな。少ない。でも女性の方が多分その同性同士でいるとき結構豹変する人多いなっていうイメージはあるから。男といるとき全然違うみたいな。ああ、まあ聞くな。そうそうそう、あれなんだったら出るかな。バレるかったらモテるし、バレてもなんかあんま何も思わなくない、正直こっちは。俺あんまり嫌かもしれない。なんかその変わり方によるかも。男といるときに女友達を落とし始める人はめっちゃ嫌やねん。めっちゃ嫌やねんけど、別にそっちじゃなかったら俺あんま気にならん。でもこびる感じも嫌やん。なんか俺らもそうやん。多分なんか女子いるときだけさ、めっちゃ女子にこびてるやんみたいな、やっぱちょっと寒いやん。それも嫌じゃない。こびてるのはどうせ嫌やん。そうそうこびられてる当事者からすると、まあ、ちょっとなんか、いやそう俺ねあんま思わへんのよな。その俺も好きなんやっていう感じなのな。そのピンポイントでこびてんなと思ったら、あ、なんかね、男全員にこびてんなは嫌で。あ、なるほど。だからここ3人でいる時にこっちの女の子がいて、こっちだけの時を知ってて、この3人で会った時に3人全員に対してこびてたらこいつって思うけど、差しやったら結局その好きな人に対してこびるとかよく思われたけど、俺らもやってるから普通やんと思うね。だからね、あんま分からへんねん。そのこびをもらってるとか、ね、あざとさとかもそうなんやけど、で結局彼氏彼女になったらその人にしか見せへんみたいなのがあるから、外と顔違うとか普通じゃねって結構思う、ね。ああ、まあね、確かにそうそう。だから横からは嫌われるけど、もうな、なんか言うてること全然違うやみたいなのが嫌なの。それは嫌やな、うん、あれは嫌やな。言ってる男子ってどういう人ですかって女子に聞いたなっていう。身長高い人とか言うの。まあまあそれはあるだろう。昔なんか募集したの、どんな人だ。でも距離感が説明とかそういう時やった気がする。さすがに大人になってちょっと変わってる俺ら。モテる女子学生の時と一緒ではない。いやでも好きが太いとかはやっぱモテるなって思うのは大人になってから思う。好きが太
私陶芸めっちゃ好きやねとか、これほんまに好きなもんがあるっていうことの美しさとかは、うん、あんまり学生の時は思わなかった。確かにそれはそう、余裕がある男がやっぱ多いね。余裕がある男、モテる男、俺やちょこ5個あげてみてって人に、俺やからこの3人の中で誰ですかって言ったら、あ、僕ですねってなる。余裕がある人、余裕がある人、はい俺です。無邪気な笑顔、あ、俺です。ギャップっちゅう感じだった。いや、フラットに無邪気な笑顔で笑ってたらそれはお前ら2人。じゃあその俺がクシャッと笑った時にどっちが強いですかって言ったら俺や。そんなん言いだしたらさ、全部そうなんですよ。じゃあこれを、ごめん、これはちょっと俺じゃないです。はい、はい、思わせぶりな態度を取っていて急にフェードアウトする。あ、これしてる、しぇーこれしてないんです。はい、これはいらないですか、このカードはいらないですか。え、だからこのカードのせいでお前ら10円。いやいやいや、このカードなかったら3やん、お前。めちゃくちゃ強いやん。強いよ、このカードは。あー、ネガティブなこと言うと、俺は好きだけどなとか言う。止まっといた方がいいんじゃない。言えるわけない。そうや、そうやなって言ってこいから。え、そんなん言えるやつ俺やんの。お前言え、そうやったら言わへんか。いや、何に正直に言うか。いや、俺が好きやなと思ったら言う。いや、そりゃな。それは俺も言わんやん。ってことやろ。いやいや、俺がほんまに好きやったらそれ言うよ。あ、ほんまに。うん。そこに打算が入ったら言わへん。で、ハコさん言わへんと。ハコちゃん、何も分かってへん人のこと。いや、いや、いや、確かに言い過ぎました。目指してたハコさん、言い過ぎやろって言うの。言い過ぎや、確かに。確かにな。確かに言い過ぎてるんだけど。こんだけ言い過ぎて、これは言われるんや。こんだけ童貞って言ってて、お前童貞言い過ぎやろ。確かにそれハコさんだからモテないんすよとか言われました。確かに確かに全部受け取ってくれんのに言い過ぎやろ。確かに珍しい、珍しかったな。優しすぎない、時々優しいわ。あー、これはマジで頭がこれ俺やな、確かに。なんかあんまり圧倒的じゃない。みんなにうっすら当てはまって。余裕は確かにそうか。でも確かに女子で余裕って思わへんな。余裕ある人モテるっていう。余裕ってあんまり真っ先に出てこんな。出てこんな。うん、どっちかって頭たちの方がモテんじゃん。うん、そうやね。モテるわ、いいや。思う、うん、どっちかって言うたらいい。いやー、別にどっちでもいい。あ、そう。てか、その、どっちでもない方がモテんじゃん、女性は。一般的に男ってこう。なんかめん、俺はおらんのはしゃあないなみたいな感じのやつが多い気がする。要素はな、要素やからな。ああ、そう。6割超えたらきつないだって、またまたが。よけないで、だって。まあね。うん。あんまにガチャガチャってなったらさ、かわいらしいけど。あれや、あの、絶対返さないでいいギフトくれる人、めっちゃモテるんだと思う。ああ、まあ、そうやね。マジで返さなくていいレベルの、お互いにそう認識できる、そのギブが。ちょこちょこ入る人めっちゃ持ってる。はい、例えば、はいはい、朝一俺がずっと言っている朝一桃を向いてきた女子とかも楽しんで帰ってほしいとか、はいろいろ、はい、あるし、別に昼飯はもうっていうか別に飯はみたいな感じになるけど、別にそれに対して直でなんか返さなあかんし、向こうも返してほしいと思ってなみたいな、そういうちっちゃいギブ。だからなんかタバコ買っていってくれるとか。ああ、そうそうそう。ちっちゃいんじゃん。とか。まあタバコ買ってきたらちょっと申し訳ないから金払うけど普通に。あ、まあ金は払うけどな。うん、そのほんまに何もってこと、うん、そう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 、まあ、確かに桃いらんよね、確かにそう考える、うん、とかなんかそのあれやな、あの、あ、好きって言ってたやつここであったけど買ってくとか、はいはいはい、今度会った時渡そうかとか、なんかそういうのってめっちゃモテるよ、絶対、うん、周りよく見えてる人やと思ってる気がする、ね、うん、それこそこの道知ってくれてるとか、扉開けて待ってくれてるとか、あ、細かいとこや、ありがとうってめっちゃ有効持てるな、確かにそう考える。そう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 。エレベーターでな、こうやって開けてる時にありがとうっていうこと。あの、うん、2人でさ、例えば気を前とか歩いててさ、うん、開けてもらう人にさ、ちゃんとありがとうございますって。ああ、これ持てる。ちょっと好きになりそうもさ。ああ。社外の人にありがとうって言っちゃってる人な。社外の人。俺は会社としたらね。いや、ああいうの、まあ、ああいう細かいところで別になんか好きになりそう。うん、ごめんっていう女子が多いからな、って言ったら。ありがとうじゃなくて。うん。確かにありがとうに変換するだけでだいぶモテるとこあるぜ。ありがとうに変換したらめっちゃモテたよな。女子は。えぐいやん。うん。第三者と話してる姿を見て好きになるのめっちゃあるかも。そうなのよ。
うん、その様子が愛するかっていうのは、まああとあれやな、何でも楽しむ系女子やな、自分の価値観で否定しない人、一回行ってみたい、ほんの一回行ってみたいっつって行ったら実際めっちゃ楽しいみたいな、結局その何に向き合っても楽しめるところをこう抽出するのがうまい人。ああはいはいはい、そうだね、それはお店でもあり趣味でもありレジャーでも何でもそうやけど、この場で楽しいとこ探すって、うん、こっちも連れて行きやすいし、うん、過去一モテてた女子どんな女子、あ自分の周りで思い返した時にあの子が多分一番モテてた、じゃあ初歩的な話じゃないけど、ね、ボディータッチうまい子だったじゃん。ああ、多いじゃなくてうまい子なんや。どういうことなんですか。だからなんか触れて逃げへん。たまたま触れた時にこうパッと逃げへんってずっと触ってこう触れ合ってる子とか、普通にツッコミもする。それ誰にもやんねや。結構やつは気づいてた。それモテるわな。それ確かにモテるわ。うん、学生とかでやったらやっぱあとちっちゃい子とか。出てたのかみたいな、やっぱ好奇心旺盛なやつやるな、なんか割と興味持って聞いてくれて誘ったら結構ついてくるみたいな、ああまあそれはそうやな、うん、行きたいですって感じで、いや好きと関係なく行くみたいな、ノリいい子も出てるな確かに、うん、ノリいい子は確かに持ててるな、チャンスも多いしな、うん、俺あれない、俺の思う見てきた中の人やったら口悪いけどギリギリは情に熱い人、わかる、お前やん、違う、俺じゃなくて俺の好きな男像と一緒だ、モテるんやその子、いやめっちゃモテてた、めっちゃモテてたけどな、へえ。へえ、大学生、いやいやいや小中、小中で口悪い、口悪いけど口悪い違う、でもあいつそうじゃない、あいつめっちゃモテてたから、誰一番モテてた、あ、俺がさっき言ったのに一番モテないけどでも俺同じ人やった、ちっちゃい、あーちっちゃい、ちょっと正面出してなんか正面行っちゃったけどちょっと知らないな、そう出たで言ったらあっこになるよな、あいつらも出てたよな、はっきり物言うやん、あーそういうね、そういう、確かにそうやな、はっきり言うけどめちゃめちゃ人見てるやろあいつ、輪に入れてないとかちょっとへこんでるとかなんかあったらめっちゃ話していくね、あーそうなんや、そうそう、こういうところ情に熱い、はいはいはい、はっきり言うから男的には喋りやすい、この間もそれが中学を友達写真を撮って、うん、その話になったよ、あいつめっちゃモテてるよなっていう、うん、なんかみんな一回好きになってるよね、うん、俺はそのイメージだった、あいつめっちゃツッコミした時に明らかにこう設置時間長みたいなと思ってうまいんやな、その頃から思ってたよ、そうなんや、だから喋りやすい男珍しいよな、あんまおらん、なんかその、ボディータッチとかは調べてるけど、そっち系やりつつ、全然女子女子してる感じじゃないっていう、そうやね、あ多分そこは強い、キャッツやねん、めっちゃ喋りやすい、はっきり物言うタイプやけど、そこはそういう感じでやりつつ、情に熱いから、なんかあったらすぐ気使ってるみたいな、あー、情に熱いの、ね、あれ珍しい、うん、なお前ら中高はやっぱ羨ましいな、そういうの味わえても、おしっこ行って帰ってきたら、なんか何言うから思ったら羨ましかったんやなんか卑屈な話するけどさどっちがいい正直その男子校やったから、うん、ゼロやねんっていう生活とそうそうっていう盾と盾とどうしようもなかったっていう免罪符を自分に貼り付けた状態で大人になっていく過程と、ほんまにどうしようもなかったっていう部分あるしさ、そうそうそう、ずっと教室に女子がいたしなんかあれやし、で中学の時は中学でこいつらみたいな友達うちは全員青春してた中でなんかほぼなかった俺がそのどっちがいいほんまにマジ見てるだけやで俺の中高でもガチで宗太郎っていうか友達のそのグループ俺と宗太郎がいてくるで、十何人いる中で、宗太郎だけ彼女がおらんくてみたいなのは絶対あったと、うん、デフォルトやったもん、タイミング的に、そうそう、デート一回もしたことないとか言ってるの俺だけなんか、だからほんまに普通にハブられてたしな、その話になったらハブられてるっていうか、まあ、気使われてたそうそうどっちがいい、いや、どっちが俺がハブられてるの安い駅やから、お前らちょ、ありえるやん、驚愕やったらどっちが地獄かって話だよ、地獄なん、でもそのイベント、まあまあ地獄ならそっちの方が地獄か、いや、だこっちの方がしんどいと思ってしんどいの俺、ほんま女子と喋りたくないと思ってたあの時さ、あ
別になんかみんな女子とおるときに総太郎呼ぶのどうだみたいな話やったからそうだってなんか切れるからさ女子おったら切れるからさ女子おるやったらええわみたいな話になるからよくわからんかったそれはな半分は本心やったからな難しかったそうやろ、うん、100照れて感じもないもんそうやななんかもうその恥ずかしいし緊張するからしんどいっていうそうやろその社会に出ていくしんどさに近いというか、うん、もうじゃあええわみたいなのもあったよな、うん、気楽に100のみのみ遊びたいのになんでめっちゃ緊張しながら遊ばなあかんねんっていうのはけど行きたさもあるしそれはそれでまた格好つけ出すやつが出てくるそれはそれで面倒くさまあまあまあけどそれも嫌いやったなそれもみんなも嫌いやったななんかいつもの感じとみんなが変わってる様を見るのが子供すぎて俺がなんか許されんのまあ、そんなもんないわけやな、今からズルすんなよって思ってあの時真っ向で行けよそうそうそう、人間変えんなよと思ってズルすなよって思ってそれがめっちゃ嫌やって当時めっちゃ俺好きなやつやのになんでズルすんのってめっちゃいい人間やのにいや、最後面白いやんってそんな色々もさいや、さて、カオさんで生まれ方やっぱ驚愕行くんすか生まれ方行くやつだああ。さすがにもっかよ。うん。じゃあ、共学時代どうやってたのな。モデルだかな。いや、宿歌手やってないんじゃない。いや、それはそうやけどさ。ほんまにいろんな運命が重なってる。確かに。なじこじゃなかったら宿語は生まれない。で、小学校の時モデルだないもんな、だって。それはないよ。でも、それもまだ低学年だけやからね、ちょこんな。その身体能力でいけてるし、ああ、そうだね。人間でモテた記憶はないんや。嫌やな。確かにな。結論は確かに人間でモテてないかもしれない。宿毛は人間モテた。大人になってもユデンリクルートブランドとかもさ。じゃあお前それやめろお前。やめろやめろお前。全部お前めくれるから。それはお前なんか人格変わってないぞそんなことまでめくり始めたら。大丈夫じゃん。大丈夫よ、お前も変わってるでもモテてたんちゃう中高の教育者ってデリカシーのなさやろ、結局そのうっすらその女心がわからないっていうことなんだろ、多分で、早くだから学んでた説あるけどそうああ、その失敗がもっと早かった説あるか吸収早いかあ確かにな、こいつが高校生の時にめちゃめちゃ恋愛本読んでるイメージはつくわそれこそ漫画驚愕やったら確かにめっちゃモテてるやつのマネとか全然普通に確かにやってるかもなほんなら大学だった時にマジの箱さんやったかもしれんないやそうやそうやったらほんでそんなにモテるんすかてか演劇とかやってないかもしれないああめっちゃいいチャラいダンスとかそういうのやったかもしれない、まあ、マジでダンスも入ってるかもな入ってるわしはめっちゃ嫌いな人種やわ。なってたらね。うん、ダンスサークル行ってください。俺らとしてはよかった。おい、壮太郎、お前、何時間前せーの、3とか言ってたら俺無理よ。そうやろ。今週何人そうそうそう。5人やろ。紹介したのか。お前、つまねえけどなって。で、たまに見て、まあ、お前、頑張ってたよな。それやったらええやつ見に来んじゃんやっぱモテるやつってええやつやからあ、まあ、うん、女子もモテるやつってええやつなのかなやつやんまあええやつやもん今日も動画見てくれてありがとう僕たちねファンコミュニティファニコンというものをね、うん、やっておりまして、うん、そこでね限定ライブ配信だったりだとか、うんたまにこうスクラッチを開催したりだとか、うんね、いろいろちょっと特別感があるオフ会がちょっと安くなったりとか、うん、そういうのもいろいろあったりするので、はい、そこのねファンクコミュニティに入ってる人たちどうしてこう友達になったりとか宿ファミというね宿ファミという結構みんな友達じゃない、はい、結構そういうのも、ねうん、地方で集まったりとか、うん、してはるね限定ライブやってるんではいはい僕たちが来ましたけどね来ました来ました月500円ですはいはいそういうのもやってるのでよかったら概要欄チェックしてみてくださいはいということで今日も一日お疲れさん